はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は無課金はタイムスリップや OB などが手に入る、ランキングイベントは走るべきなのかについて話していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずランキングイベントがあるときはタイムスリップや OB が登場して、その目当ての選手を取るために走ることが多いです。シリーズ1ではタイムスリップ、シリーズ2では OB が出ます。ランキングイベントを無課金は走っていいかどうか、結論を先に言うと、オーダーが全員極みとかで、この選手を取ればコンボが増やせるとか、そういう人は走ってもいいと思います。例を出すと、オーダーがミート A が7人で、このミート A の選手を取ればミート A8 人のコンボが出せるだとか、まあ、そういったね、明確な目的がある人は走ってもいいと思います。それ以外の人はランキングはスルーして、引くべきガチャを引いていった方がいいです。引くべきガチャについては過去動画で触れているので、そちらをご覧ください。なぜそうするべきかというと、まだオーダーが全員極みとかで揃ってない人なら、このゲームではスピリッツの上乗せが最優先事項だからです。ランキングを走ると選手が1人しか獲得できないので、スピリッツの上乗せは少ししか期待できません。それに対して次に引くべきガチャのエキサイティングプレイヤーのガチャなんかは、60連目に自チームS確定で好きな選手が取れるので、タイムスリップ OB に負けてない能力の選手を取れる、かつ30連目にもS確定があって、他でもSが当たるかもしれないので、引き次第では大幅なスピリッツの上乗せが期待できます。なのでオーダーが極みで揃ってない無課金の方は、そちらにエナジーを使った方が絶対に強くなります。オーダーが全員極みの方でも、今の時期なんかは去年のシリーズ2が混じってて、スピリッツの上乗せが期待できるので、ランキング走るなら課金と無課金のスピリッツ差が一番小さくなって、まあ、コンボ勝負になってくるシリーズ2の OB のランキングを走ることをお勧めします。ランキングを走ることによるメリットは、自分のチームのコンボを出すために、まあ、出すために足りない部分をピンポイントでね、補えることの部分が大きいので、ランキングを走るのはある程度強くなってからだと覚えておきましょう。ランキングを走ることにはもう一つ懸念材料があって、限界突破が通常の選手よりも難しいところです。通常選手であれば A 契約書など普段から当たるチャンスがあるので、まあ、長くやってれば極みまで持っていきますが、タイムスリップ OB などはイベントで配られるチーム A 契約書2枚程度の限界突破2回分しか確保できずに、まあ、残りは限界突破コーチを使うしかないので、そこら辺もオーダーが揃ってなくて、まあ、限界突破コーチの需要が高い無課金がランキングを走るべきでない、まあ、要因の一つです。まあ、ランキングを走るべきかどうかについては以上です。まあ、自分なんかもプロスピ始めたての頃に必勝アリーナを走って以来、まあ、割に合わないなと思って、まあ、1回もねランキング走ってないんですが、まあ、それでも普通にね上位で戦えてるので、ある程度強くなったらランキング走るメリットは出てくるとは思いますが、ランキングは走らなくても全然戦えるので、そこら辺は参考にしてください。最後に、それでも無課金でランキングを走るぞという方は、当たり前ですが自チームS確定がもらえる順位までは絶対に走ってください。そうでないとランキングを走る意味が全くないです。ちなみに第2弾第4弾などの偶数弾はガチャで60連目自チームS確定があるので、まあ、オーダーが極みで揃ってて、まあ、コンボの上乗せのために、まあ、ランキング走りたいけど時間がないっていう方は、まあ、それを引いてもねいいとは思います。ただランキングを走った方がエナジー消費は抑えられるのは、まあ、頭に入れておきましょう。もちろん極みで揃ってなかったり、まあ、スピリッツの上乗せが期待できる人は、まあ、偶数弾のガチャであっても限界突破が難しいので引くのはやめましょう。以上です。いかがだったでしょうか。この情報が役に立った方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方も見ていってもらえると嬉しいです。はい、ということでやっていきたいと思います。先発は金子さん対メルセデスさんです。とーっと、はい、帰ってきてくれたんでね、しっかりやっていきたいと思います。はい、ということでスプリットからよし、 OK で、ツーシームと、ツーシームスプリットね、金子さんちっちゃいんですけど、まあ、基本的にはね山本由伸さんとかと同じ配球してます。 OK、 さあ今ね比較的ヒット性の当たりっちゃそう捉えられるんで続けると。 OK で、多分3球連続早い球ないと思ってるんで次ストレートいきます。であえてツーシーム3球連続だとさすがに怖いんでストレート。オッケーで、ストレート投げるときは今みたいなちょっと高い高さです。はい、ということでね、しっかり打ってきます。おお、スライダー入りか。メルセデスさんはツーシーム狙いと。やーべー、やらかした、ストレート打ち上げちゃった。あー、でも落ちた、ラッキー。
まあ打ち方がね、あの調子いい時ね結構ああいうのヒットになったりしますよね。 OK、 さあツーシーム投げてこんな、ストレート、ストレート攻めだな。あるよねツーシーム。あーやべ、打てたな今の。球種確認しなきゃよかった。さあ次は何でいく。まあとりあえずねツーシーム狙いの姿勢は崩さずにね。さあツーシーム来い。今のをねちょっと捉えたいんですよね。さあまだね無敗続いてるんでしっかりね先制点を取りたい。よーし、いやーやった、失投ホームラン。多分配信で打てたのマジで久々だと思います。もうずっと打ててなかったんでね。 OK、 いや嬉しいですね。失投全然打てないのがちょっとね気になってたんで。OK、 さあさあさあストライクだけよ。 OK、 さあワンスリーバッティングカウント、次狙います。うん、あのスライダーでカウント取ってきたときはあんまね自分振りに行かないです。いやーボールだった、もったいない。いやこの方ストレート多めに使ってきますねやっぱり。まあ、メルセデスさんだからやっぱツーシームストレートの投げ分けですよ。よっしゃー、オッケー、完璧、調子出てきた。さあ 3-0。 さあピッチャーディクソンさんと、さあさあさあツーシームとナックルカーブかな。 OK、 さあさあ相手を助けない、ストライクしか打たないと。よーし OKOK、 そういう感じよ。さあおお意外に曲がらんな、変化量1か。 OKOK、 もうナックルカーブのね変化量はもう長年やってるんでね把握してます。さあさあさあ OK、 まあサークルチェンジ曲がらないのだけ頭入れないと見逃し三振するんでね。よし OK、 完璧、よしよしよし。さあさあ 4-0、 よーし OK、 完璧ですね。ということで2試合目の方行きたいと思います。はい、ということで2試合目やっていきます。山本由伸さん対大野さんです。大野さんね初使用です。まだねレベル上げ終わってないんですけど、もう使っていきたいと思います。さあ大野さんの配球は、まあ、基本的にツーシームスプリットと同じ配球するんでフォークで入ります。これはスプリットの代わりです。 OK、 でこれをね1球ストライクに入れるってね意識づけさせただけで、あとはツーシームでね中途半端な高さで詰まると、いやーヒットにされていく。もうね解説の説得力がなくなるんですよヒットされると。まあ、とりあえずねでも打たれた球は続けると。まあ、大野さんどうなんだろう、初用だ、オッケー、ラッキー、ラッキーですね。それは初用なんで分かんないんですけど、まあ基本的に同じ配球でいいのかな。まあいつもとね中途半端な高さだけじゃなくて、オッケー打ち取れた。さあ攻撃の方もねしっかりやっていきます。守備交代ですね。さあしっかり打ってきます。さあツーシーム狙いで長打警戒してきましたね。やーべー、なんだこれ、もうストレート打ち上げる癖やめたいですね。いやーもったいない。さあさあさあ、さっきの試合もやったんだよ。 OK、 まあスプリットはいい、スプリットは振っていくうちに、まあ、見逃せるようになってくんで。 OKOKOK、 こういう風にね1球ボール球を振れば見極められるようになりますと。あーやべやべやべ、今度は高速スライダー攻めか、くそ。 OKOK、 やっぱね振ることによって見えるようになりますよ全部の球種においてね。よし、いやー取るかそれ。いやーなんだっけマグヌス効果だっけ、なんだっけ、まあ、それ落ちると思ったんですけどね、くそ。 OKOK、 もう見える、もう見える、大丈夫大丈夫。さあしっかりね、いやーひどい、いやーなんか狂ったな。さあやばいですね、ちょっと無敗続けたいんで、
いやどうしよう、フォークで入ります。ちょっとね速い球捉えられる気がするんで OK。 でそうですね、ツーシームをちょっと出し入れしていきます。いつものねツーシームスプリットの配球だけでなく、こうやってねボールからストライクになるツーシームと、あとこのストレートを混ぜていって OK。 まあこんな感じでね翻弄していきたいと思います。このボールストライクのツーシーム、あーこれ使いますね、これ使ってこう。で今のとこからストレート、これで振るでしょう。あーストライク入ったら、あー打たれるよな。今のがボールにできたら多分大野さんの配球の理想ですね。さあやばい、マジで巻きたくない。よし OK。 さあ今の今の高さいいですね、あそこにツーシームの出し入れすると。さあ代打山川さんと、じゃあフォークで入ります。ちょっとツーシームね結構意識させたんで OK。 いやガンハリーだなこの人結構。なのでもう一球 OK。 でここでツーシームをあえて投げると、見逃し三振。あーさあでまあストレートと、まあ多分張ってるんですけどね、早い方に張ってるんですけど、まああえていくと。でフォークと、でこれで振るでしょう。おー振らない。いやこうなったらちょっと中途半端な高さにあえていきます。出し入れだと素直すぎるんで。よし OK、 完璧ハマってますね。さあ代打山田さんと、まあ、0-0 でね裏の攻撃いけたら、まあ、多分勝てると思うんで OK。 よしさあしっかり打ってきます。初回の攻撃ちょっとひどすぎたんでね、しっかり捉えていきたいと思います。いや長打警戒だな。いやなんでそれ打ち上げる。あーでも落ちた、ラッキーラッキーラッキー。よしよしよし、いいねいいね。そうストレート打ち上げる癖やめたいですね。捉えられるときは捉えられるんですけど。よし OK、 速い球下になってきましたね。チャンス。お定位置戻った。うん OKOK、 それは気にしない、追い込まれるまではそれ OK。 いやーそれなんだよな、縦カットの底は甘い、打たないと OK。結構無駄球投げ始めましたね。結構それだとありがたいんだけど、もう一球縦カットとか来ないかな。いやー来たけどストライク入れてほしかったな、あれとか絶好機なんですよね。いやーいやー取られるか。いやーボールだったかな今、やっぱりなんかボールかなって感じはしたんですけど。さあちょっとここで決めたい。さあワンツーバッティングカウント、何が来る。よし、いやーこれも正面か。いやー決めたいのにな。いやーここ絶対ヒット打ちたい、集中マジ集中。よし、いやーまあ帰ってこれんか。さあさあさあ直球系多いんで、直球系まあ普通にね狙います。よし OK、 よしよしよし。ってことで勝てました、ありがとうございました。